対戦相手の方が見つかりました。さて、お相手のパーティーメモっていきましょう。月光がで、ミドロさん、クロバット、ジーランス、そして、クチーと馬車ですね。さあ、なんかパッと見ジーランスとかなんか珍しいですね。そうだな。まあユクシーが刺さってるっちゃ刺さってますかね。ミドロさんとかクロバットさんとか、特にクロバットが初手で来て挑発打ってくる可能性は結構高いのではないでしょうか。そうですね。ユクシー先発1決めましょう。そしてクチート対策にカイリは連れていきたい。ピミロップは今回はお休みでしょうね。何もすることがない。ジバコ、ジャローダですね。どっちにしようかといったところですが、どみち加速積まれると先手は取れないので、まあ2番がある分ジバコイルですかね。ジバコイル連れていきます。間違えた。決定。対戦よろしくお願いいたします。さあ、お相手はクチート。いきなりクチートですか。で、こちらはユクシー。非常にまずい展開だと思います。まずい展開だと思います。クチートが先発はちょっとまずいと思います。クチート先発、クチート先発。どうしましょうか。突っ張り？いや、そもそもじゃれつくはきっと海流さん耐えてくれないんじゃないかな。海流に変えましょう。耐えてください。あれ、でもそもそも不意打ちがあるのでは。あれ、つるまい。待って、メガ進化しない。威嚇を残しておきたいからでしょうか。まあ何にせよ、じゃれついてくるかな。いや、でも多分メガ進化ではあると思います。メガ進化はするでしょう。そこで研磨を積んだ。素直に自信打つべきかな。自信打ちましょう。メガ進化、メガプチート。おそらくクチートは多分これ確定台すると思います。確定台した、じゃれついてきた。そして多分改良なくなりでしょうね、これ。さあ、お亡くなりになりました。自爆ですかね。不意打ちでユクシー死んでしまいますから、自爆で無難に10万ボルト打ちましょう。不意打ち、いやー怖いですね。10万ボルト、それでやっとクチートは突破ですが、はい、パーティー半壊でございます。
できれば月光河とか出てきてくれないですかね。馬車、馬車が来た。馬車ですか。うん、馬車、馬車が来たか。なるほど、馬車ですか。馬車か、引っ込みましょう。ユクシー交代。お相手守るとかしてきますかね。いや、地箱相手に守るはしないか。飛び膝、玉はシャーモですか。ふむふむ、なるほど。まあここは思念の続き行っていきましょう。オーバーヒート、うん、なるほど、両党。しかしまあユクシーですからね、そこそこ耐久はありますよ。さあ思念の続きをもちろん当ててくださる。かわいい、馬車も突破。残る相手はゲコガー。うーん、思念の続きは打ちますが、波乗り、タスキだったらこちらの負けですね。タスキじゃないならこちらの勝ち。いざ尋常に勝負。あ、水処理券はやめてください。対戦ありがとうございました。そうですね、陰打ちがありました。対戦ありがとうございました。対戦相手の方が見つかりました。さあ、お相手のパーティーメモっていきましょう。ナット、ギャラ、ミドロ、怪力、月光が、リザーですね。そうですね。何が先発できますかね。月光画とかディザとかそこら辺が初手で出てくるような気はしなくもない。ジバコイル先発でいいんじゃないでしょうか。ジバコ先発、そしてでユクシーはなんか参加できそうです。そこであとはリザー対策が薄いっていうのが結構な怖いところ。海流ですかね。よいしょ、対戦よろしくお願いいたします。さあ、お相手はリザードン。こちらはジバコイル。リザードン Y だと思うんですけどね。 X でした。難しいなぁ、X。リザードンがやってきて、ニトロチャージ。なるほど、起点にしてくださった。なるほど、なるほど。10万ボルトを打ちます。
非常に厳しいな。目覚めるパワーを打ちましょう。目覚めるパワーを打ちましましま。そして帰りを出しましょう。相変わらずパーティー半壊ですね。ナットがいるならナットが出てきそうなもんですが、いや海流、どうだろうな。捨ててくるかな。捨ててくること読みで神速打ちます。よし、リザードン突破。ナットはもしやいないのでは。さあ、ギャラ、なるほど、ギャラね。一旦引きましょうかね。ユクシーにバックで、ユクシーが現れて、かわいい。電磁波。もうダメだよ。非常に厳しいです。思念の続きを打ちましょう。引っ込めた。引っ込めた？引っ込めるの？怪力！怪力！よっしゃ。うわ、すごい色。当ててる！よし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 。あ、ローガード。いや、まあ、それはわからない。よしよし、隠す。さあ、残るはギャラのみ。威嚇はここで消費させる。もう死ぬの続きをひたすら打つだけ。リュウマイか。とりあえず、海流の神速圏内まで入れてほしい。急所に当てる。ゴツゴツメット。竜の前、そんなに悠長にやってて大丈夫ですか？いや、まあさっき急所に当てたからしゃあない。滝登ってきた。それぐらいは耐える。ユクシー動いた。当てる。ちゃう。試練の続き。滝登り。海流行きます。失礼。そうですね。神速圏内であることを祈る。2枚氷の牙が当たる。非常に厳しいなぁとは思いますね。神速。きっと神速圏内だ。普通に違った。氷の牙。対戦ありがとうございました。
改めましてこんにちは、シャーレです。さて、ここまでご視聴していただいた皆様、誠にありがとうございます。前回から引き続きご視聴していただいている皆様、本当にありがとうございます。感謝、感激、雨あられでございます。ということで、パート4、いかがだったでしょうか？前回の時に早く投稿すると言いながら、結局こんな時間というか時期になってしまいました。申し訳ありません。はい、ということで、挨拶はほどほどにしてシーズン10に終了いたしました。成績の方は1604と、まあ初めて1600でレートを追われたといったところでしょうか。ただまあ上位というにはほど遠いので、次のシーズンからもやっていきたいと思います。あと、編集してて思ったのが、自爆をユクシー海流の選出が多くなっておりました。後々見直すとですね、もうほぼほぼ試合が自爆をユクシー海流を選出しているという、何のために新しい子たちを入れたのか全くわからない状況になっておりました。前回っていうか次回からは、そこが直せたらいいなぁと思っております。あとは、そうですね。前回約束いたしました米編をいたしましょう。ここにメモ帳がありますと。はい、じゃあ米編していきましょう。ウポツです。ウポツ。ありがとうございます。これをコメントしていただいてるだけで本当に励みになります。ありがとうございます。むしろゲンガーが一番きついだろう。馬車なら対面からなんとかなる。スタンダーは型次第。ですかね。ゲンガーはあんまりきついって思ったことがないですね。基本的にこちら先発行くし、相手も先発ゲンガーが多くて、基本的にこう、思念の続きで吹っ飛ばすみたいなことが多かったので、で、助けであったとしても、パーティー上なんとかケアはできるといった感じなので、あんまりきついって思ったことはないですかね。うん。ですね。五つ目ユクシーにして、ステロ壁龍舞メガキャラじゃダメなんですかね。ですね。五つ目ユクシー、考えにはあります。なぜ五つ目ユクシーを最初から使わないかというと、この動画はせっかくのユクシー動画なんでね。いろんなユクシーを使っているといったところでしょうか。まあいずれ五つ目ユクシーも動画に出ることができると思います。ぜひご期待ください。毎週動画を更新してですかね。これはすいません、無理です、ごめんなさい。本来はこの動画1ヶ月に2回の投稿を目標にしていたのですが、ものの見事に1ヶ月に1回になっておりますね。これはいただけない。次回からはもうちょっと本当に早くしたいと思っております。米編はここまで。では次回お会いできたらお会いしましょう。それでは。